こんにちは、です、えーと。本日は、えー、と2月の2 2日ですね。2月の20日、えーとまあ、昨日、モーニング娘。20森と千咲ちゃん誕生日だったということで、今日、ね、これからまた山のホールでバースデーイベント行くという前に撮影しております。ざざっとじゃあ森と千咲ちゃんう振り返りましょう。あ僕なりりの振り返りなんで、 ままあまあ、いつも通りっすえっ、ー、とちーちゃんねどう,う僕やっぱりカントリーガールズ入ってからの方がイメージ分かりやすいですなのでカントリー最初の頃まあどんな状況だったかというともう嗣永桃子好きでしたから嗣永桃子の様子最新の様子を見るためにカントリーガールズ見出したというのが まあほんで,す、ね、で見てたらまあ今ジュースジュースにいますけど稲葉真中あーいいなみたいなのがちょっと長期政権の中では長期でもないんだけどあったんですけどまあ最初は漏れなく「う歌ちゃんね歌ちゃんうちゃんですよね最初は」。まあそういう中ねちーちゃんどれぐらいのポジションだったかといったら最初やっぱりいいも,もちろんすごく可愛いし。 なんというかあのた,ただ奥ゆかしさもあり前に出るわけでもなく出る時もガツガツしてないみたいなところあったと思うんですねまあそんな中で言うとナンンバーー入っててるるかかかかどううなななぐららいな感じのポジションからスタートししような気がしますでやっぱり頭角を表していくっていう風になるとまあまあなかんいなくなってからのカントリーだったような気がしますねでまあ 2017年モーニング娘。と兼用というねポジションになってからじゃないですかねもう本格的に本人がうーんまあなんか変えてったのかな能動的にねもうなんか自分という,うんところ場所スキルいろいろね考え方あったと思うけど、まあ、変えていかないと変わらないぐらいのダンスであったり まあ、歌もですよねそれぐらい目に見えての努力というところを感じることができた気がしますでまあ強い印象というのは「うん、青春ナイト私の、ね、人生エンジョイ」的なあのビデオ強いですよねやっぱあそこでもまあちーちゃん前出し始めましたというね感じ 印象を受けてますよでも今となってはモーニング娘。のイ藤というイメージで世の中も僕も見ている気がします。でまあ物理的にねカントリーがっていうことですから。でですよ。で、えー、とちーちゃんじゃあ二十歳以降どういう風になっていくのかななんていう未来予想図的なものね簡単にこれも行っておきましょうか。ちーちゃんで ちいちゃんで考えるとっていうと変なんですけどモーニング娘。で考えるとでい、えー、くとやっぱりこれから世代交代というところ様子見ながらやっていく20202021になるわけですよね。でお恐らくですよこれちーちゃんのこの何年間かの頑張りと今の状況を見ていると前の、まあの喉もちょっとやられている状況ですけど。 あの体調さえ崩さなければ大きな怪我も含めてまあまああれですよ職業病的なやつですよねもうこ腰がだとかあー膝がとか喉がもうそうですよあの骨折したとかねそういうことですよ。でそういうものさえなければまあおそらく経験そこに対しての まあ実績と経験は一緒だけど経験に対して取れる実績みたいなところを持っていれば声さえ調子良かったらいいとこ行くんじゃないかなと思いますよ。もうまあサブリーダーぐらいはやるんじゃないですかね。まあ、そういういいいい人事はいいかか置いとくか ね、でもまあ後輩にこのカントリーガールズを経験しモーニング娘。まあ、要は嗣中桃子を経験しモーニング娘。に行くなんていうこのキャリアってね誰もやってないんですよね。でものすごくこれは重要でもう幹部候補ぐらいなことだと思って僕はちーちゃん見てます。で彼女の魅力簡単にこれも3つでまとめて終わりましょう。 やっぱり今の言ったようなもう目にも見えそして努力ですよね目にも見えそして何、えー、というか見えないところもなければ成り立たない努力この努力というのが2020年今一番の彼女の一番目の長所じゃないかと思っていますで2番目えっ、ー、とこれはどこでどう見たかとかいうのは置いといたとしても結構 ファッションセンスがあの洗練されててかわいいギャルっぽいって言ってるけど可愛い,いんですよねふだんの普段着ですよねまあこれはいろいろね見てるとね目撃する時っていうのはあるんです、ね、声かけたりしないですよでもあるんですうんなんかもうすごくちーちゃんっていうイメージより3つ4つぐらい上のお姉さんに見えるシックな感じっていうのが。 ある気がします。まあ、この辺この辺はねなかなかあのー、それ関係ないのというかもしれないですけど、まあブログだったりいろんな写真で普段着のちいちゃんなんてのも見れると思うんで、まあ、そんなとこ僕魅力だなと思ったりしてるよって話でございます。ねりりかこもいいし、うん、普段着下ももいいっていうねそういう話だろうっていうことですね。<laughs> まあまあ置いときましょう。で3つ目いきましょう。3つ目やっぱりちいちゃんがモーニング娘。 で、えー、活動しているというとうころ、ね、最初前半に話したところと被りますけどもモーニング娘。うん、何がね、えー、すごいかというとね知名度ががダントツで上がるんですよこれもちろん犬葉真中もカントリーガーズ出身としてはあのー、同じようなベクトルで話しても面白いんですけどやっぱりね読売巨人軍と DNA ベイスターズぐらいの差はあるんですよねモーニング娘。とジュースジュースっていう風うにすると。 もちろん d n a ベイスターズも知名度あるし素晴らしいですよだけどねそういうことなんですでこのじゃあ違いって何なのかっていうと伝統のある球団で何、えー、て言うのかな教わるやらなければいけないルーティーンとか格式とか普段のプレッシャーみたいなんですねそれとある程度そことは違う何て言うかな 2番手3番手に創設された球団2番手以降の球団みたいなことですよねそこっていうのは、まあ、もちろんコンセプト違うし独自のルールが築き上げられてる中もうそ,それをクリアしていくのも難しいんですよだけどもそういう中でや,らなきゃやっていくということでございましてまあちいちゃんのその、まあ、途中から入った FA で入った巨人に行った選手みたいなことなんだけどねまあそんな プレッシャーとや,やって当たり前やらなきゃ全然おいおいっていう世界まあここクリアしてるところが僕から見たら本当に素晴らしい一番一番の三番のとこみたいな感じですね一番の三つの理由ということでいいでしょうねえちょっともう花粉症もしっかり出てきてて、えー、鼻声もそうですが睡眠がままならぬ昨今でございますが。 ちょっと、まあ、対策もしながらこのチャンネル国をチャンネルと名付けておりますけど続けていきたいと思っていますので、えーまあ、そちらもお付き合いお願いいたしますよ。じゃあ今日は、まあ、モーニング娘。20森戸千咲ちゃんに関してはこれぐらいにしまして、ね、昨日の金沢も子のコットンクラブローズクォーツも終わった後の話まとめるなんていうのもねさっきちょっと珍しく台本起こしみたいなことをやってみようと思ってたんだけどまあそういうことやると。 言いたいこと増えちゃって長編になっちゃいそうで結局取らないなんていうのがあるんですね。嫌ですね人間って。ああ俺ってか、ね <laughs> まあ。そんなこと考えながら今日は生きておりました。では富、えー、山田に行ってきたいと思いますのでまたお会いしましょう。じゃあね。